もうね、大食い終わったらこれよ。反動でかいんだから。今私ベッドの足置きにしてるね、このクッションの上にいます。僕地面です。あー、こんな画角なことある？めっちゃ天気いいの。ちょっと見せよう。見せれる範囲で見せよう。弱くない？天気良すぎ。雲一つない。なんで大食いってさ、しんどいんだろう。許容以上に食べるから。普通に考えたら人間って野生だったわけじゃん。そんな腹いっぱいっていうのなくした方が良くない？次いつ獲物にありつけるかも。でも腹いっぱいないと食費とんでもないことなるよ。でもその分エネルギー持たせればよくない？食べたら疲れるよね。いや疲れるし、甘いもんね大量に食べると気持ち悪い。私気持ち悪くはなんないけど、だから普通に食べる行為がね疲れる。それはね、赤ちゃん用の食べて全然いいよ。噛む苦手なだけじゃない？鼻の穴めっちゃ見えるやん、この角度。おい、鼻くそほじりやす。昨日ほじっといたから。こんな下からの画角で写す女子おる？やめとこ。ちょっと上に上げよう。ちょっと気使った。ちょっと女心芽生えたな。だからさ、大食いの YouTuber の人とかおるじゃん。あれってさ、ガチで期待用のない才能じゃない？いやマジでそう思う。だってそもそも胃袋がでかすぎることと、食べても疲れないんでしょ。すごくない？僕的に、僕さ今腹いっぱいじゃないよ。え、そうなん？じゃあもうちょっと頑張ってほしかったな。違うのよ。気持ち悪くなる。疲れた。血糖値上がりすぎて気持ち悪くなるんだよ。体には悪いよね、確実に。確実に寿命減らしたよね、うん、2年は縮んだ。死ぬ時後悔するのかな。あの時のウエハース1枚なければ変わってましたって医者に言われたなって。言われるんかな。やだな。あなたの血液中にはウエハースの人よりも5割多く含まれていますとか言われるんかな。あとグミね。何してるんですか普段？ YouTuber です。あー、なるほどね。最近多いですよ。いや本当にこのぐらいの年代の人多いですよつって。昨日来た患者さんはペヤングが多かった。ね、その前の人はなんちゃら中本やらいう辛いラーメンの人ですね。だからさ、今さまだみんな若いじゃん、うん、YouTuber。 これがさ30年後40年後になった時さ、 YouTuber 病出てくるんかな。でもそんなに人口いなくない？おらんかな。あ、ここポタちゃん若干映りそう。イエイ。顔どこ？ここよ。あった、いたー。いや、ダラダラしすぎじゃない？あ、うちらで、これは視聴者さんにもらった銀座ベス。私の寝てる姿をいつも見てもらってます。で、ここら辺にあるのが私の冬用布団で、しまうのがめんどくさくて出しっぱなし。今僕の布団です。敷布団になってます。で、この茶色いのは何かというと、ぬぴぬぴです。こんにちは。我が家の癒し担当です。で、ここにいるのは僕ってわけ。おだちゃんの前にある黄色いクッションはパンです。パンと鳴きます。パン。マジ意味わからんくない？めっちゃ気持ちいいんだよこのパン。島村のクッションめっちゃ触り心地いいからね、おすすめ。マジで気持ちいい。私が買ってる服は基本グレールという、1個もう1000円ぐらいの服です。超安い。でもさ、ズノン結構画面に映る仕事なわけじゃん。安くて寿命短いもんって逆に相性いいよね。そうなんぜ。てかグレール別にね寿命短くないしね。それやったらなおさらいいよね。数回せた方がね、動画的にも自分的にも飽きなさそうだ。で、疲れた。あー疲れた。手変えよう。私さ、アニメグッズめちゃめちゃ買うじゃん。だから友達とかにマジ金持ちだよねって言われるん。でも私服にお金かけないからそこないよね。友達は逆に服1着1万とか全然出せるけど。いやそれ高いわ。私頑張って、本当に頑張って3000円。3000円だってちょっと悩む。なるほどね。うん、服がめっちゃ安い私。でも買うときは1万円分ぐらい買う、安い服を。いや好みがあればって感じ。今回は7000円分買った。スカートとリボン2つと上1枚長袖買ったけど、リボンがね高かったのよ。リボン、これ1個700円。めっちゃ可愛くない？可愛いでも。セーラームーンみたいだよね。うん、めっちゃ可愛いと思って。普通に衝動買いしちゃった。服よりも使うしね。まあ確かに、洗わんでもいいし。そう。こっちもそうだね。そうなん。私さ、最近メイクするときにアイシャドウバーってまつげ上げた後に塗るからさ、アイシャドウがめっちゃまつげにつくの。だから、まつげ真っ白。真っ白？白いやつ塗ってるの、まつげに。ってかまつげ真っ白になっちゃってる。なんで黒くじゃなくて白？黒だったら目立たないかなと思って。へえ、なんか逆に肌色に馴染んで短く見えそうな。分かんないけど、なんか自分が好きだからやってる。メイクはね、先生とかいないから全部我流。でも最近男性でもメイクするってよく言うよね。言うね。でも男性でメイクするって言ってもさ、ほんとアイプチぐらい。あとノーズシャドウとかじゃない？この肌系じゃない？ファンデーションとここら辺のシェーディングとノーズシャドウと。でもそこ
までやったら結構ガッツリだな。口紅線ぐらい。でも確かに男の人で唇カサカサだったら残念だなって思う。見てて。なんか。でもよう言うやな。唇カサカサだとサチ薄そうに見える。あー、それかな。サチ薄く見えるのかも。トダちゃんの顔がちょうど柵に隠れて見えない。あー、今とてもとても見せられる顔じゃないからちょうどいいわ。サブちゃんで私の顔メイン珍しくない？珍しい。いつも僕の顔メインだもん。なんでだろうね。しかもなんならゼノプロ初の添い寝動画じゃん。あ、ほんとだ。あれじゃん、ゼノンと僕と添い寝しとる気分になれる。なんかちょっと添い寝の仕方独特じゃない？需要どこにあるか。あ、しかもめっちゃ下から目線。もっと普通さ、ここら辺にカメラ置いてさ、横目で見たりとかするもんだよね。もう赤ちゃん目線よ、待ってこれ。赤ちゃんかお化けだよ、布団の中から出てくる。あー、よくあるね。二、ね、人の顔映っとるがいいかな。あ、これはね、ちなみに高校生の時に友達でもらったぬいぐるみ。勝った。あ、じゃんけんしとったんだ。気づかんかった。何しとった？赤ちゃん。赤ちゃんの話しとった。赤ちゃんの話しとった。でもさ、赤ちゃんになりたくない。暇そう。おにゃーって泣いたらさ、食べ物味薄いよ。ガーリック食べれないよ。揚げ物なんてもってのほかよ。いや、食うね、僕は。揚げ物、揚げ物、揚げ物食べる。とりあえず買ってきて。とりあえず以外食べん。クソガキ、ガチのクソガキ。それあ、ばあちゃんここ来てよ。これ添い寝、添い寝じゃん実質。ほら、漏れんからさ、この角度どう見ても漏れる角度だろ、これ。漏れんだろ、見て。だ、漏れんか。じゃあこうすっか。7、絶対世界一ブスじゃん。おい、言い過ぎ。あ、これ漏れるね。あ、いいじゃん。どういう世界か、これ。これでもね、リアルゼノプロの日常。あー、確かに。ずっとこれだよ、マジで。これかエーペックスかどっちかだね。そうそうそう、ご飯食べるときもラーメン食べるときもずっと。器用だね。コピッチャビチャになる。最悪。人んちでやんな。でも動画もいつもこれで撮ってるよね。そうだよ。そう、あれ僕らさ、正座とあぐらかいて撮ってるように見えるかもしれないけど、こうやって撮ってるよね。そう、まるで座っとるように見えるけど、実はあれ寝っ転がっとくからね。そう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 。よくコメントとかで書かれるけどさ、地震起きた時、あ、はいはい、フィギュアの棚大変そうみたいな。全部寝かしてあるもん、あれ。そうそう、だから全然問題ない。うん、倒してある全部。じゃないとあんなにおけんしね。うん、おけんおけん。いくらね、日本一地震が来ない県と言われている富山県でさえも、さすがにね、甘えてませんよ、そこは。怖い怖い。だからほら、いろんな動画見てもらえばわかるけど、ゼノン飲み物飲むって結構ストローで飲んどると思うよね。あ、そうそうそう。コップで飲むと難しいのよ、ね、めっちゃこうしてるからいつも。こぼさずに飲めるんだけど、そう、勢い余るね。そうなんやね。やっぱね、喋ってたらテンション上がっちゃうから、こうやってバーってなるんだよね。なんかストローでシューって。そう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 。実はね、あんまり言ってこんかったね。確かに初公開かもしれん、うん、じゃあ初公開情報を言ってこう。じゃあこれもういつから使ってるかわかんない夏布団です。初公開。あ、わかった。これポタちゃんに19くらいの頃にもらった人をダメにするクッションなんだけど、このクッションカバー選んだのポタちゃんの弟。初公開。センスなくない？いや、ミナミの色だから。あー、まあね。じゃあ僕の初公開情報。初恋の今日の名前は小島。私はね、やばい、忘れた。下の名前僕も思い出せんがん。下の名前しか覚えてない。むしろ知る人ぞ知る私の初恋の人地雷だったからさ、とんでもない人だったかなんか、ね、忘れた。じゃあ、はい、初情報。もう終わろうと思ったのに。これで終わろう。こち亀の大原部長は、実は誕生日3つぐらいある。